週刊フリーブレイズ、はい、週刊フリーブレイズです。いよいよ今週開幕戦です。アジアリーガイス総計東北リーブレイズの選手のインタビューやチームの最新情報をご紹介しております。さあ、8月31日9月1日東北リーブレイズは開幕戦でホームテクノライズパーク八戸でオージーイングルスを迎え撃ちます。あっという間に開幕週となりました。ということで今回は新加入の背番号65ディフェンスの佐々木勇気選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今週水曜日の練習後にお話を伺います。韓国から戻ってきて月曜日帰ってきて火曜日オフで今日からまた、はい、そうです、開幕に向けて練習、はい、さあいよいよ今週開幕ですがコンディションや心境いかがですか。プレシーズンも戦ってみて、うん、まあ、大体感じをつかめたので、うん、まあ、開幕すごい楽しみだなっていう気持ちです今は。はい、韓国遠征も結構ハードだったようで。そうですね、うん、ハードだったんですけどもとてもいい経験ができたと思います、うん、はい、チームとしても、うん、昨日休んで疲れ取れました。そうですね、一応ジムでトレーニングはしたんですけど。おお、体動かしたか。はい、まあもう開幕するんで、うん、まあ、準備はできてます。なるほど、はい、はい、そのお話がありましたプレシーズンゲーム、苫小牧で2試合で韓国で2試合計4試合やってきました。はい、まあ、結果は1勝3敗ではありましたけれどもいろいろシーズンに向けて試したりということもあったと思いますが、苫小牧2試合韓国2試合いかがでした。そうですね、まあ、チームとしてはいろいろ試していた中で、まあ、いい部分と悪い部分がはっきり出て、うん、それをこの、まあ、開幕までの3日間の練習で、まあ、こうブラッシュアップするじゃないですけど、うん、うん、まあ、いい部分を残しつつ、まあ、悪かったところを修正してっていう形だと思うので、まあ、開幕は2連勝できるんじゃないかなと思ってます。うん、はい、さて、佐々木選手にこれまでのキャリアのことについても聞いてみたいと思うんですが、お生まれの後もどちらですか。は宮城県仙台市です。仙台出身、はい、熊谷豪志先輩も仙台ですね。そうです、確かね、はい、でやっとアイスホッケー始めたのはいつ頃ですか。と幼稚園の早年長ですね、確か。始めたきっかけは何でしょう。それが覚えてなくて、気がついたらもうリンクでいて滑ってて、はい、っていう感じだったので、どうやって始めたのかちょっと覚えてないんですけど、自分でやりたいって言ったのかすら、たまたま多分リンクに行っただけだったと思うんですけど、はいはい、そっから、はい、なんか友達とかご親戚とかでホッケーやってた人とかは。いえ、全くいないですね。自分の家もみんな野球一家で、はい、僕だけアイスホッケーやってそうなんですか。はい、あ、じゃあずっとホッケー一筋で。そうですね、まあホッケー以外も、まあ、ゴルフだったり。ゴルフ、はい、ゴルフ習ってます。小学校の時ゴルフだったり、あと、まあ、1年生から6年生まではスノーボードもやってますし、あとは小学校低学年の時はピアノも習ってますすげえ多彩だそうなんですね。小学生の時に所属してたジュニアのチームとかは何ですか。勝山ジュニアです。あ、なるほど、はい、で仙台にはいつまでいたんですか。と小学校6年生、小学校卒業するまで、まで、はい、で中学校はどちらにいたんですか。能代清涼中学校に。おお、はい、これやっぱりホッケー頑張りたいから。そうですね、ホッケーで行きました。へえ、いきなりじゃあもう小学校卒業とともに親元離れて。そうですね、うわー、はい、スーパーホームシックになりませんでしょ。いや全然ならないですね、多分もうその頃から結構一人の時間が多かったんで、すごい今も一人の時間好きですしそうですね、結構一人が好きなタイプです。あ、そうなんですね、はい、で、高校が駒内苫小牧。はい、ああ、じゃあもうホッケーもっともっと頑張ろうと。そうですね、はい、で法政大学。はい、ここまででブレイズの選手とかアジアリーグの他のチームでこの人と同い年でしたとか同じチームでしたって方います。とアジアリーグですと
まあ、高校時代の同期が、はい、まあ、アイスバックスに統合しと、おあとクレーンズの池田一輝と、お同時の越後智也、その世代か、はい、が高校の同期なんですけど、うんうん、大学の先輩は山田純也さんだったり、あ、法政、はい、いくつ違いでしょう、一つ違い、一つ先輩です、1個しか使わない、はい、そかそか、なるほどなるほど、はい、で佐々木選手は法政大学を卒業後、フィンランド、はい、フィンランドです、行きます、はい、どうしてフィンランドに行こうと、4年生になった時に、まあ、キャプテンになったっていうことも、まあ、きっかけの一つだったんですけど、うん、まあ、ずっと就職っていうふうに考えてたんですけど、いや本当にどうしたいかって考えた時にやっぱりホッケーがしたいなっていうふうに思って、うん、ってなった時にたまたまその世界選手権の DVD 見せて、はい、でまあ、フィンランドの試合見せたんですけど、それで、あ、フィンランド行ってみたいなと思って、はいはい、そこからちょっとフィンランド語勉強して、はい、で、まあ、卒業するときにアジアリーグに行くか、うん、まあ、その海外に行くか迷ったんですけど、やっぱりそのフィンランドに行きたいなと思ってトライアウトしに、うわー、はい、行ったっていう、はい、あの時は。へえ、独学で学んだフィンランド語は通用したんですか？いや、結構通用して、お、はい、結構通用したんですけど、うん、ただ、まあ、最初空港降りて右と左どっちに行けばいいんだろうっていうぐらいのレベルでやっぱ耳で聞かないと、うん、本場のフィンランド語を聞かないとちょっといろいろ難しい部分もあって、うん、ただ、まあ、なんとかチームのあるところにたどり着いてそこでトライアウト受けて合格もらえたんですけど、わあ、ダメだったらどうしようとかは考えなかったんですか？いや、もう全く考えてなかったですね。すごい、はい、うん、なんか運が良くて、うんうん、たまたまその練習乗った時に1対1の練習があって、はい、僕1対1得意なんですけど、うん、そのたまたまチームのエースを止めて、うん、それでいいなってなって、ユーやるじゃないかみたいな、はいはい、それまで誰も話しかけてくれなくてなんか何しに来たんだぐらいな感じだったんですけど、日本から何しにみたいな、はい、その瞬間エース止めた瞬間みんな寄ってきてくれて、お前やるなみたいな、あ、はい、そこからみんな態度変わって、はい、でコーチももうこのまま残れみたいな感じで言ってくれて、はい、じゃあプレーでチャンス掴んでラッキーでした。信頼も勝ち得たわけなんですね、はい、生活とかには慣れました？大変じゃなかったですか？いや、僕は海外の方が好きかもしれないですね。あ、そうなんですか、はい、うん、で、フィンランドで2年間、はい、そしてその後は今度北米に行きます、はい、これもきっかけは何かあったんですか？きっかけはまあ、ヨーロッパっていうくくりにしてしまう、まあ、ちょっとヨーロッパでも違うんですけど、まあ、フィンランドを2年間やって、うん、まあ、次はちょっと北米の方で、まあ、そのホッケーをしたいなっていう気持ちが芽生えて、うん、まあ、それで行ってみようというふうに、はい、なったのが機会です、ね、はい、じゃあまた自分でトライアウト先とか探して、はい、自分で探して、うん、トライアウト行って、うーん、はい、海外で4年間、まあ、ホッケー選手としてもこう人間としてもなんか経験できたこと、得たものってどんなことでした？やっぱコミュニケーションの部分において僕は一番感じたことが、まあ、その肌の色も違いますし言葉も、まあ、文化も違うんですけど、うん、ただコミュニケーションってその自分とその他人、相手の違いを認めることなんじゃないかなっていうのは、はい、すごく感じました、はい、そして東北リーベレーズに入団です、はい、まあ、大学卒業の時にもアジアリーグか海外かっておっしゃってましたけれども、はい、リーベレーズに入団、まあ、日本帰ってくるはい、って決めたのはどうしてでしたか？まあ、やっぱり海外でやってる中でやっぱその自国のリーグでプレーしたいなっていう気持ちも徐々に芽生えてきて、でこの4年っていうふうに自分の中で決めていて、うん、このタイミングで日本でやりたいっていうふうに、まあ、話してて、うん、その時にちょうど
フリーブレイズさんから お話をいただいて。それまでフリーブレイズとなんかこう練習乗ったとかっていう接点はあったりしたんですか？いえ、フリーブレイズだけ練習乗ったことなくて。だけない、また珍しい人ですね。だけ練習乗ったことなかったんですよ。なんで全く接点はなかったんですけど。そうなんですか。お話いただいた時はどんなお気持ちでした？そうですね、やっぱ嬉しかったっていうのと、嬉しかったですね。なるほどなるほど。そしてブレイズに入団して、7月1日からチームが始動して、もう2ヶ月になりますけれど、どうですか、フリーブレイズのチームメイトの印象だったりは。そうですね、チームメイトの印象でもみんなすごいいい人ばっかりで、すごいやりやすい環境だなと思ってます。なんか先輩方の取り組みとか見てて、なんかすごいなとか勉強になるところあります。やっぱり、勉強になりますし、なんか見ててもすごい気持ちいいですよね。すごい尊敬できる部分がたくさんあって、僕もそういう風になっていければなと思います。フリーブレイズは本当に佐々木選手が歩んできたように、いろんな経験、いろんな出身地、いろんな経験を持ってる選手もいっぱいいて、なんかこう面白いチームじゃないですか、佐々木選手も見ても。そうですね、なかなかないと思うんですけど、すごい面白いチームだと思います。分かりました。八戸は多分ね、中学高校時代も試合とか大会とかで何度も来たと思いますけど、住んで2ヶ月ぐらいになると思いますが、どうですか、八戸の印象は。いや、好きですね。すごい、最初本当にイメージなくて、いやどうなんだろうなと思ってたんですけど、今もすごい好きですね。なんか気に入った場所見つけましたか？でも海がすごい好きで、海に行くのはすごい好きですね。白浜とか種差しとか。そうですそうです。よく行ったりしてます。分かりました。ご自身の、ディフェンスですけど、プレーの持ち味ってどんなところですか？まずは、守り、1対1の守りの部分には自信があって、一番自信があるのはやっぱり守りですかね。本当ディフェンスはブレイズは結構ガラッと顔ぶれね、変わりましたので、その中でもアピールしてほしいと思います。開幕戦はオージーイングルスです。さっきもね、越後選手とも高校同期ということだったので、久々の顔合わせになると思いますが、今季のブレイズの日程は開幕ここで王子とやって、で9月の後半に郡山でサハリンとということで、この王子戦やったらまたちょっと空くということなんですけど、とりわけこの2試合、もちろん全試合なんですが、この2試合重要だと思うんですが、ちょっとこの試合の意気込みを教えてもらえますか？そうですね、やっぱりその最初初戦、開幕、チームでハードワークして必ず2試合勝って、勢いに乗っていきたいなって思ってますし、個人的にもここからどんどん調子上げて、チームの勝利に貢献していければなというふうに思ってます。これも聞きたい、背番号65って、これまた珍しいナンバーがあるんですけど、どうしたんですか？どうしたんですか？じゃあどうして65なんですか？よく聞かれるんですけど、好きな選手がいて、エリック・カールソンっていうスウェーデン人のディフェンスがいるんですけど、がすごい好きで、彼が65番で、あとやっぱ誰もつけてない番号がいいなっていうのは、そうですね、すごい、自分の中にあって、65いいなっていうふうに、分かりました。いよいよ今週末開幕戦です。8月31日土曜日が夕方5時、9月1日日曜日午後3時半、テクノレスパーク八戸で王子イングルスは2連戦です。日本のチームでプレーするのもね、本当久々だと思いますけれども、ぜひ、フリーブレイズは特に本当に昨年の悔しさを乗り越えての今シーズンだと思うので、ぜひファンの皆さんも楽しみにしていると思いますので、ぜひメッセージを佐々木選手から一言いただけますか？開幕戦2連勝できるように頑張りますので、ぜひリンクに足を運んでください。応援よろしくお願いします。じゃあ素晴らしいアジアリーグデビュー戦になるように応援しております。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ということで、週刊フリーブレイズ、今週は背番号65、佐々木勇気選手でした。
ございました。ありがとうございます。